三橋通り四丁目停留場は、高知県高知市三橋通り四丁目にあると佐電交通三橋線の路面電車停留場。当停留場は1904年、三橋線の梅の辻三橋間の開通に合わせて、開設された。開業当時は中津海停留場と称し、三橋通り四丁目に改称したのは1938年のことである。三橋線の軌道は、 道路上に敷かれた平洋軌道であり、東停留場も道路上にホームが設けられる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように置かれている。ただし互いのホームは交差点を挟んで南北方向に離れていて、交差点の北に三橋方面行きのホーム、南に高知駅方面行きのホームがある。隣の三橋車庫前停留場との間に、 三橋車庫が設けられ、出庫系統は、三橋通り五丁目へ改装で向かう系統を除き、到底流上始発で運行される。ABCD 都佐電鉄の電車と街を愛する会、都佐電鉄が走る街混弱、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、101.156から158ページ。ISBN4 から533064116。 AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ ISBN、ISBN 978から4から10から79万29から6。上野博と、都佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶造、四国、 九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、38.95ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、287ページ。 ISBN 978から4から794216151。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年94ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。